感じでスペシャル、はい、スペシャルスペシャルということで、はい、こういうとこ初めてですか？じゃあいただきます。いただきます。お疲れ様でした。コラボのはい、これ新しいねやつできたんですけど、これまだ予備なんですけど、はい、これでもチャンゲステッカー見えます？はい、これチャンゲさんと僕がコラボした時に、はい、あの貼るっていうか限定の超限定のね、はい、クラスキチャンゲステッカー、はい、チャンケゲイルってことだね、はい、というわけで今日はちょっと僕ねスナック街、今倉敷駅の西ビルっていうんですかね、このスナック街の、あれスタンド使いのスタンド使いの、今日はまた特別な感じでスペシャル、はい、スペシャルスペシャルということで、はい、僕が紹介します、まずね、ひだが TV という名前で YouTube をやっています。プレアウンサーの公式 YouTuber、 こちらも女性トラックドライバーですね、ホンタチャーネルさんです。イエーイ、こんな僕らを相手してくれてありがとうございます。で今日早速ねちょっと準備してるちょっと会合の場所が、はい、じゃあちょっと中入りましょうかね。はい、取材交渉してきます。オッケーでございます。はい、はい、じゃあ失礼します。今回チャンゲさんたちと訪れた場所は倉敷駅西ビルスナック街の中にある迷い猫のブルース。この大人な雰囲気初体験の4人の迷い猫の物語がここで始まるのだった。失礼します。いらっしゃいませ。チャンゲさん、こういうとこ初めてですか？銅の巣の場、あのモグロ福蔵がいて、そうそう、でしょ、雰囲気、そうです。で、おっちゃんがここで行く、そうです。でもね、セクシーなドーのママが、ママこれ久しぶりだよ、こんななんかドーのこういうのボトルキープできたりとか、ちょい飲みとか、ね、いろいろできるっていう。すごい。このテレアっていうとか、僕イタリーのこっちの方で、はい、チャンケさん、あ、僕も一緒イタリーで飲みやすいですイタリーは。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お酒飲みって感じしますね。他の方がね、大人な、うん、じゃあいただきます。いただきます。お疲れです。いい匂いする。
っとあれっすね、大げな感じが結構樽に使ってる感が、うん、やっぱ樽の、まあ、ウイスキーもそうだけど、やっぱ樽の感じがあって、樽感がね、飴とティラミスチョコ、ワインと合う一品というかあれかなと思います。つまみニュージーランドでヘノグリっていうね、こちら子供の名前なんですけど、次だろこれニュージーランド？ニュージーランドですね。イエスニュージーランド。イエスニュージーランド。イエスニュージーランド。あ、これはね、ちょっとパエリアが合うかなって感じですね。ああ、いいね。あ、なんかいい色だね。うん。その一緒の銘柄のなブルーチーズじゃねえや、サンディガフじゃねえわ、おぞれなんですけど、その年代によって、年代によってその合うつまみって全然違ってくるんですよね。ここも違ってくるんで、なんていうか、その美味しいワイン飲むんならな、もう塩気が効いてないナッツとかで、新しいワインとか飲むならそのブルーチーズが濃いつまみの方がいいかな。そのなんていうんですかね、甘かったらそのチョコとか絶対合わないと思うんですよ。確かにもう甘いですよね。なんならちょっと辛いのじゃない、辛いからチョコが合うし僕もウイスキーとか焼酎とかだとチョコとか食べるんで、ね、やっぱ合うかなと思うんですけど、ね、まあでもこれも人それぞれ。お好み焼きはほんま倉敷は多分粉もんの消費量は多分ランキング3位か4位なんですね、パンの小麦粉の消費量めちゃめちゃ倉敷多いんですよ。パンとか粉もんね、お好み焼きとか。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回のね、お店の行き方なんですけど、スナック街ね、というところに行って、アパホテルの入り口ですかね、ちょっと分かりにくいんですけど、まあ、この中に、行ってもらって、スナック街というね、看板がありますんで、これを、ずっと行ってもらう形になりますね。はい。で、そこにトイレのマークが見えるので、これをね、右に行ってもらって、という形になりますね。ちょっと一見入りにくいんですけど、意外と、入ったら全然余裕という感じになりますんで、ぜひね、行ってみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。